アンジェ大聖堂のサイモンにある1200年頃のブリオを着る女性の彫刻ビクトリア時代のブリオエドモンド・レートン、キシゴージュヨ、ブリオとは中世の西ヨーロッパで着られた緩やかなチュニック型ワンピースの一種。ダルマティカなどビザンツ風の裾長のチュニックの流れを引いており、十字軍遠征によって西欧社会にもたらされた衣服と考えられている。 薄い絹などで作られ、11世紀から12世紀にかけてのロマネスク様式を優美に飾った。ブリオーという言葉が初めて登場するのは、11世紀の武勲誌、ローランの歌の作中である。カール大帝の騎士、ガヌロンは、義理の息子ローランによって、前任者二人が残殺された、サラセン人への使者に推挙され、怒りのあまりマントを金繰り捨てる。この時、 ガヌロンの着ている衣服がブリオーと呼ばれている。このブリオーは厚い胸板が見て取れるような比較的薄い生地の上半身が体にぴったりとした衣装であった。当時のヨーロッパではまだ縫製技術が未熟で上半身が体にぴったりとしているのは立体縫製のためではないと思われる。同じく11世紀のエリックとエニードという騎士道物語の中で ヒロインのエニードが水狂いをする場面があるが、その中でエニードはブリオーの背中の紐を締めている。おそらく男性であるワヌロンのブリオーにも似た工夫が施されていたと思われる。シャルトル大聖堂の旧約聖書の女性像にもウエストのあたりに横じわが表されたものがあり、背に紐をつけて上半身を締めた様子を表した可能性が高い。女子のブリオーは、 ロートのように大きく広がった袖口の床だけのワンピースドレスであった。細かいプリーツが付けられ、腰骨のあたりに長いベルトを締めてきていた。腰から胸下にかけて背後から紐締めして、採用を強調していた。12世紀の中頃には、広幅の帯を巻いてさらに腰の細さを強調する、着付けも登場している。下着には、白や麻布でできたシエンズという長袖の短い、 シュニック型の衣服を着ており、袖口と襟元に刺繍を施していた。袖については、財産目録などで別個に記載されており、装飾品として扱っていたと思われる。この大きな袖は、脂肪を寄せる騎士への贈り物となり、しばしば旗竿や兜飾りとして、騎士の誉れとなった。男子のブリオーはくるぶし丈からふくらはぎ丈で、女子ほどではないがやや広い袖をしている。 フランスのアンディ一世のブリオンが残されているが、白いつずれ織で作られ、首周りと袖口に、金刺繍を施した紫の縁が付く豪華なもので、ある。女子との違いは、ブレーという白い浅いのズボンを下に履くことであった。男子のブリオンについては、当時の昔片着の人々や、聖職者には嫌われたらしい記述が残る。ノルマンディの聖職者オルドリック・ビタルは、 若い男たちが女のように入弱になると髪を伸ばして小手を当て裾長の服を着て手を覆う長い袖の服を着る流行を嘆いた。ノルウェー王、スベレ・シュグルツソンも進化の衣服が女性のように入弱であるのを嫌っている。ありがとうございます。